イギリスから来ておりますカレス・ロアバートの方は1分44秒98という記録を持っております。日本記録よりも約2秒上回る記録を持っております。どのようなレース展開になるか。これラビットなのかな。先頭は慶應義塾大学村上君、これを追って日本大学の2人、そしてナンバー8番は御嶽君、金川君と1周51秒通過。さあこの後のレース展開、ワーバートン君がどういう組み立てをするか。残り 300m に差し掛かって、先頭が変わりました。もう一段階使うか。御嶽君と川本君、川本君は昨年度のランキング第2位、1分46秒89。さあその2人にワーバート君が加わって先頭争い。川本君が先頭、ワーバート君がこれを追い、そして赤と白のユニフォーム、こちらの4番は口の子の富士通。